どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメリカンエクスプレスの限定オファーを狙え、アメリカンエクスプレスコネクト対応クレジットカードまとめということでね、動画やっていきたいと思います。最近ね、アメリカンエクスプレスのね限定オファーっていうのは結構激アツということで、現在もですね対象店限定ですけども 30% キャッシュバックキャンペーンであったりとか、ピーチ航空 20% キャッシュバックキャンペーンとかですね、またすでにね先着人数突破で終了してしまったんですけども、セブンイレブンで 20% キャッシュバックキャンペーンっていうのがね行われております。このキャンペーンはですね、アメリカンエクスプレスのプロパカードと呼ばれている、アメリカンエクスプレスがね発行しているクレジットカードはもちろんなんですけども、年会費がねかからないような国際ブランドがアメリカンエクスプレスのねクレジットカードであるカードもですね対象っていう風になってるんですよね。もしね1枚も保有されてないようであれば、ぜひね1枚ぐらい、持っといてもね損にはならないかなという風に思いますので、ぜひね検討してみていただけたらなっていう風に思います。まずねこのキャンペーンの確認方法なんですけども、プロパーカードと言われているアメリカンエクスプレスのグリーン、ゴールド、プラチナとか SPG アメックスとかですね、アメリカンエクスプレスが発行しているクレジットカードに関してはウェブまたはねアプリで確認することができます。ちょっとね画面出しておきますけども、そこまでね難しくはないんですけども、アプリの場合はですねログインしていただいてオファーっていうところからね確認することができますし、ウェブも同様でですねログインしていただいてオファーのところからね確認することができます。またねプロパーのカードを保有されてない方はね、どうやって確認するかというと、こちらですねアメリカンエクスプレスコネクトのサービス自体のウェブサイトっていうのがありまして、こちらの動画の概要欄にね URL 添付しておきますので、そちらね確認してください。またなんですけども、私の動画のコミュニティ欄、ここら辺にね出しておきますけども、こちらからでもですね最新キャンペーンであったりっていうのは発信させていただいておりますので、そちらもねぜひ確認してみていただけたらなっていうふうに思います。それではまずね対象カードなんですけども、アメリカンエクスプレスのプロパカードであるアメックスグリーンとかゴールド、プラチナカードであれば、もちろんね全てが対象っていうふうになっておりまして、また MI カード、フレディセゾン、楽天、UFJ ニコスのアメリカンエクスプレスのブランドもこちらは対象っていうふうになっております。それでなんですけども、楽天カードのアメリカンエクスプレスの国際ブランドのクレジットカードはこちらね公式サイトに記載あるんですけども、対象外のねキャンペーンが多いみたいなので、一応ね楽天カードのアメリカンエクスプレスブランドは対象外が多いってことだけね覚えておいてください。それではですね、年会費が無料のおすすめカードですね解説していきたいと思います。まずですね MI カードと三菱 UFJ ニコスカードに関してはですね、初年度年会費無料っていうのはねあるんですけども、年会費が無料でねずっと維持できるカード、もしくはハードルがねかなり高いっていう風になっておりますんで、ちょっとこの2つはですね割愛させていただきます。またなんですけども、2020年1月頃にね私のおすすめのクレジットカードということで紹介させていただいたこちら MI カードゴールドプラスっていうクレジットカードなんですけども、こちらねアメリカンエクスプレスのブランドで、今回のこのキャンペーンも対象なんですよね。こちらはポイントサイトの案件でね発行された方結構いらっしゃると思うんですけども、こちらもね対象っていう風になってますんで、ぜひね保有されている方はねキャンペーン乗ってみていただけたらなっていう風に思います。それでは次にクレディセゾンのカードですね。まず紹介するのはこちらのクレジットカードですね。セゾンパールアメックスクレジットカードですね。こちらのクレジットカードは年会費無料、2年目以降も前年に1回以上のね利用があれば、翌年もね年会費無料で維持できるクレジットカードというふうになっております。またね1回も利用しないとですね年会費1000円がかかってきてしまいますので、年1回ね利用するっていうことだけは覚えておいてください。こちらのカードに関しては現在ねポイントサイト EC ナビで6000分のポイントもらえる案件出ておりますので、発行&利用案件なんですけども、翌月末までに5000円ね利用すると6000分のポイントもらうことができますので、もしね発行検討されるっていう方であれば、こちらねポイントサイト EC ナビねぜひ通して発行するようにしてください。次に紹介するのはですねこちらのクレジットカードですね。 JQ カードセゾンカードですね。こちらのアメリカンエクスプレスブランドですね。年会費が1250円、
初年度無料というふうになっておりまして、2年目以降もね年1回の利用で無料というふうになっております。こちらの JQ カードセゾンはですね、 JR キューポがね貯まるクレジットカードというふうになっておりまして、 JR キューポからですね永久不滅ポイントであるクレジセドンのポイントに交換する場合にね必須のクレジットカードというふうになりますんで、 ANA マイルをね貯める交換ルートである JQ セゾンルートやプリンスホテルのポイントにね交換する際に必須のクレジットカードというふうになっておりますので、個人的にはですね保有していて損になるねクレジットカードではありませんので、こちらもねおすすめのクレジットカードっていうふうになっております。またね JQ カードセゾンに関しては今現在ですねポイントサイトに案件ありませんので、 JQ カードセゾンね発行される方はね公式サイトから発行するっていう感じになっております。次にですね三井ショッピングパーククレジットカードですね、こちらも年会費が無料でアメリカンエクスプレスの国際ブランドを選択することが可能です。三井ショッピングパークのクレジットカードということで、よくねララポートに行かれる方、三井アウトレットパークにねよく行かれる方はねかなり重宝するクレジットカードというふうになっております。こちらのカードをですね保有して提示した上でですねお買い物をしていただくと駐車料金がね無料になるサービスがあります。またね奈良ポートとか三井アウトレットパークって郊外にねある店舗が多いですので、やはり行く際は車でね行かれる機会が多いと思いますんで重宝すると思います。またねスマートフォンアプリとね連携することで割引クーポンとかももらえるサービスがありますので、そちらもねぜひ覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。またですね三井ショッピングパーククレジットカードなんですけども、こちらねポイントサイトポイントインカムで発行&利用案件でね発行後翌月末までに1枚の決済でね1000円分のポイントがもらえるっていう案件になっておりますんで、まあもらえるポイントはね1000円っていうふうになっておりますんで、利用する予定のある方はねぜひ狙っていただきたいなっていうふうに思うんですけども、まあ無理してね狙う必要はないかなっていう感じになっております。その他ですね年会費無料で維持できるクレジットカードなんですけども、ウォルマートカードセゾンカード、高島屋セゾンカード、マルヒロ M クラブセゾンカードっていうのがね年会費無料でねアメリカンエクスプレスの国際ブランド選択することができますので、こちらもね年会費無料っていう感じになるわけですね。ですけども個人的におすすめなのはですね、本日紹介させていただいた3つのカードがですね他の特典もねついておりますのでおすすめっていう感じになっております。また現在ねおすすめのクレジットカードとして、先日こちらの案件ですね、こちらセゾンゴールドアメックスクレジットカード速攻終わった案件なんですけども、こちらのクレジットカード案件がですね少しポイントが下がって1万5000分のポイント付与ということで、ポイントサイトドットマネーっていうポイントサイトで案件がね復活しておりますので、こちらもねぜひ発行検討してみていただけたらなというふうに思います。こちらのセゾンゴールドアメックスクレジットカードは初年度年会費無料、2年目以降ね1万円っていうふうになるんですけども、こちらのねドットマネーの案件利用していただくと翌月末までに3万円利用すれば1万5000分のポイントがもらえるっていうふうになっておりますんで、しかもこの案件はですねドットマネーっていうふうになっておりますんで、もう直接ね東急ルート、まあ東急ポイントにですね交換して ANA マイル交換することができますし、 JAL マイルにもですね交換することができます。でですねこのドットマネーの案件なんですけども、この案件自体はスマホ版ではなく PC 版にありますので、この点はね注意してください。スマホ版だとですねポイントが少ない、もしくは案件見つからないっていう感じになりますんで、その点は注意していただくのと、同一 IP っていうのがね禁止っていう風になっておりますんで、もしねご夫婦とかでお二人で発行する際は一人の方がお家のネット回線、もう一人の方は携帯の回線とかをね利用していただいて IP アドレスをですね分けるようにしてください。これね分けないとですねポイント付与もらえなくなってしまいますんで、こちらもね注意していただきたいなっていうふうに思います。もちろんこのクレジットカードもセゾンカードでありアメリカンエクスプレスのね国際ブランドっていうふうになっておりますんで、本日紹介しているねアメリカンエクスプレスコネクトっていうのも利用することができます。またこのセゾンアメックスゴールドクレジットカードなんですけども、まあ、初年度がね年会費無料で2年目以降はね年会費1万円かかるクレジットカードなんですけども、特典がね結構モリモリのクレジットカードっていう風になっておりまして、セゾンマイルクラブっていうねコースに入るとですね JAL マイルの基本還元率が 1.125% まで上がります。またね最大還元率は 1.375% ということでメインカードに、ね、なるっていう感じになります。またこのクレジットカードはですねプラス1万円でね
プライオリティパスがプレステージ会員でついてたりとかですね、手荷物宅配サービスも羽田空港対象で成田、羽田、関空、中部っていう感じで利用することができますし、海外アシスタントデスク、海外旅行保険、国内旅行保険ですね、こちらもすごい強いクレジットカードっていう風になっておりますんで、詳細についてはですね、セゾンアメックスプラチナビジネスのクレジットカードとセゾンアメックスゴールドクレジットカードのですね、比較動画出させていただいたりとかですね、旅行保険にね強いクレジットカードのおすすめっていうことで動画作らせていただいておりますんで、そちらもねぜひ参考にしてみていただいて、こちらね発行するかどうかね検討してみていただけたらなっていうふうに思います。個人的にはですね、ポイントサイトの案件として年会費初年度無料で維持できる、3万円利用すればね1万5000分のポイント返ってきますので、個人的にはもう本当にね突撃案件だなっていうふうに思います。またなんですけどもね、先週ポイントサイトの案件も一瞬にしてなくなりましたので、多分そこまでね長持ちしないのではないのかなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回はアメリカンエクスプレス限定オファーを狙え、アメリカンエクスプレスコネクト対応クレジットカードまとめということでね解説させていただきましたけども、個人的にはですね、年会費無料のクレジットカードであって、こういうキャンペーンにね乗れるようであれば、ぜひね対応のクレジットカードね1枚ぐらいは保有していてね損はないのかなっていうふうに思いますので、ぜひね検討してみていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私の動画のチャンネルではですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボム、ホテルのことなんかね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。